はいどうもピオキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますか。あのね今ね風呂上がった瞬間撮ってるんですけど、髪の毛びっちゃびちゃ、パステルカラーの塔。なんかねちょくちょくねコメントでもらうんですけど、僕のね喋り方がなんか外人っぽいみたいなそんな感じかな、外人っぽいかな。いや普通に純日本人なんですけどね僕外人っぽいかな。まあどうなんだろう、まあ、そうっていう答えた方ですねぜひコメント欲しいんですけど、まあ普通に日本語喋ってるし日本人なんですけどね。待ってこれはこう、待って右、オッケー、うわ、ルイージ来たね。大丈夫、これは大丈夫、このままマジで行くよ。はっ、はい、オッケーで、ジャンプ来た、オッケー。待って、ルイージこれ当てよっか。神のコーラ当てます。誰か来たら僕神のコーラ当てます。誰も来ないで投げますマジで誰も来ないね。で、このまま土管入ってもうゴールあっていいよ。ここでトランポリン、チュヤヤーンよし、中間ポイントゲット。やった、でっかくなったね。あ、これ取っていきます僕。猫はいる、多分猫はねあのちょっとの遅れぐらいでも取り返せる速さがあるから。じゃあよし、待って、待って、ルイージ待って、やばい、これはまずい。猫の出番、猫で攻撃しよう。でここ下降りるでしょ、ほい、オッケーうまい、今のはめっちゃうまいで、ね、ここでドカン入ってゴールじゃねえのか。いやでももうそろそろゴールあると思うんですよね。まあ、子猫があったらなかなかね多分やられることは少ないと思うんですよね。ここで中間ポイントゲット。長いねこのコースでも非常にいいコースですね。ほっ、大丈夫、きっと大丈夫。マリオ、あなたは主人公だ、自分を信じれ何言ってんだ。なんか今度城のステージでさ結構難しそうな感じだけど、まあ難しそうだけどこんくらいのなんか難易度ってさめっちゃ楽しいコース多くない。マリオやられましたね、これはチャンスだね。オッケー、ここであれなんもね、絶対ファイヤーがあると思ったんだけどな、ここら辺でないかな。あった、キノコがはやっ、最初ファイヤー手に入れましたけどここはみんな何も手に入れてないね。僕だけファイヤーで結構熱いと思うんですよね。さあ2人やられたねオッケーオッケー、あとルイージだけだね。最初全然あの喋ってなかったんですけど、まあ、喋ることを忘れてまして実況者あるまじき、あの喋ることを忘れるっていうこれはもう実況者じゃないね、まあ、ただのゲームプレイ動画になりそうになったんですけどね、まあ、途中から思い出しまして、まあ、喋ることにねあの成功しました。じゃあここは下行こう。下でいいの、下でいいのかな。あ、これはツタかな。あ、やっぱりね。いや大丈夫、まだみんな来てない、ゆっくり行こうね、ツタゆっくり行こう。ツタは僕の友達、これオンフ変えておかないけんっぽい、なんかわざわざね設置してるってことはきっとそう。そしてここはバネ、それ俺のバネだってやめろって、もうちょ、いやーもうずるい、ずるくないけどこれがバトルだよね。さあここでチャップ、よし、これはなるほど、あの P を取ってきて、 P 取ってこよう、 P 取ってきて、あれ乗れって感じで、ね、じゃあ上で僕待っときます。待って、置いていかないで、せめて置いていかないで、ちょっと待って、置いていかないで、大丈夫、置いていかないで、あははは、怖え、投げられそう、いや大丈夫、ほっ、よし、でこれ下ですねきっと。よし、溶けコンボナイス、よし、オッケー。でここで風に乗っていこう、風に乗ってて左から行こうか、うわっかっ、これ制した人の勝ち、よっしゃよしよし、早く早く行こう、オッケートゲソウを一体倒してゴール、いけないコース、どうしよう、これは鍵取ってすぐ上に入るか、僕上行っていい、もう下争い多分やばいから僕上行きます、そう僕は上から行く、そっち待って、キノピコそっち僕と同じ、お、待って、ここで P は熱い、これは熱いよ、オッケーよし行け、行ってくれ、よしよしよし、多分これ熱いと思うんですよねこの P で、上、うわどうしよう、これこのまま無視して下行こっか、待って、そっちじゃない、下はそういう意味じゃない、僕スタートのスタートって戻る、スタートって戻ります、そしてこの超ダッシュで、よし、オッケー、であのブラパたち倒せるんじゃなかったっけ、
そう、この子たち倒していきます。おりゃー倒せねえ何スターでも倒せないの。まあまあこのまま先に行けば多分ゴールがあると思うんですよね。ゴールあるよきっと、多分ある。お京国なんかありそう。うわ待って、ミスったミスった、やべえ、これ取ってしまった。大丈夫、トゲゾウがいる。どっかトゲゾウを倒そう。あの子だ。ちょまずい。いや渡さん、マジで渡さねえ。あれこれ取っていきます。多分こっちの方が早いね。お兄ちゃん、これで勝って終わろうね。これで勝って終わります。うわ待って、マジで、うわそういうことします。そこにお金をもよくない、制作者。これドクロ乗っていこう、きっちりで、ここ、うわどうしようか、これ変える、これ変えます、これ変えようか、こうやって変えていたずらしよっか。でこのまま右、待って、ドクロ乗っていかなまずいんじゃないのこれ、大丈夫。うわあああなるほどね、よし来た。でここの土管入っていこう。そしてこれかぶってっての、やべえ壊したやべえ壊した。まあいいや、多分誰も来てないでしょう。オッケー、ちょっと待って、やばい、まずい、この人はまずい。戻ろう、一回戻って戦略立て直します。そう、これをかぶっていきます。これかぶってってもう一回持っていきます。このトゲゾウをもう一回持ってっての、クッパこっち来ないかな。やられてやんの出せ。一番右と一番左なんかもうもう笑うしかないよね。来た、バルーンレース、これで終わります。うわラグくね、なんかさ、ラグーンレースじゃねえあのバルーンレースの時なんかラグいっていうのがねめっちゃ多い気がするんですけど、なんでだろう。一番下行きます、僕一番下行こう。多分投げて入れたりするね人がいるんですよ、これこういう時って。多分ねこのキノピコなんかする、まあ、そういうのやめようマジでね。キノピコ誰、ゴマ塩やめろって、いいねじゃないってあなただけですよそんなんしてると。楽しいそれ、待って、マジでレースが始めね。ああいう人おるよね、ああいう外役。まあ、こういうのもね、外役の一人だと思うんですよね。うわ、しかもこっち来やがった。うわ、マジかこいつ、嘘でしょ。うーわ、ちょっと待って、ピッ、うわはははは、最悪、あのごま塩。これどうしよう、これ左だね。ごま塩の邪魔してやろう。ね、ごま塩ピンク出してでしょ。邪魔だって、ごま塩。ごま塩おせえじゃねえか、邪魔だけしておせえじゃねえか。これ右から行きます僕。あ、ごま塩マジあれだね、わざと邪魔してんじゃない、多分そんな感じがする。あのね、下手くそっていうわけじゃないで、多分わざと邪魔してんじゃないかな。待って、キノピオ先行っていいよ、キノピオ先行って。これ右から行こう僕。あのごま塩の方やめるごま塩の方行きたいんですけど、まあ気持ちはね、ごま塩を倒してやりたいんですけど、もうね、あのお兄ちゃんがマジで早いからね。ごま塩オッケー、ごま塩こう押せえな、ごま塩タックルだけしてきやがって。オッケー、でこのまま右上行こっか。よし、オッケー。で、ちょっと待って、マジラグいで、こうスマートに行きたいんですけど、待って、ごま塩が行く。オッケー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 、ごま塩バカめ。あははは、浮き輪が邪魔、マジで浮き輪が邪魔。オッケー、マリオ抜けないだろうな、きっと。あのごま塩のせいだね今いいで送ってるごま塩。待って、ごま塩ギブしやがった邪魔するだけして、あのギブしやがったよあの人。マリオはジャスミンビーバー、これバトル用コースだね。ピンクなんで黄色いきます。一番電波がいいとこいきます。さあ始まりましたね。これは横すく来た、これなんか1の1臭いね。1の1をあのイメージしてる感じだね。4つ目のあれ入れないでしょきっと。待って、危ねえ、オッケー、ちょっとフラワー取っていこう。このコース知ってる、確かね一番最後めっちゃ難しいんだよな。ちょっと待って、これフラワー取ってたら遅い遅いめっちゃ遅いけど、遅いけどこれ一番最後多分差が出ると思うよ。これ最後マジで難しいんだよね、アイテムがないとマジで難しいと思う。多分あの2人やられると思うんですよね。オッケーオッケーオッケー。でこっから難しいんですよね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。